はいどうもこんにちは、レッツです。ということで今日なんだけど、この間ね島村さんで5000円分のスヌーピーグッズ買ってきたよっていう動画を上げたんだけど、あの時にさトングとあとライスメーカーっていうの買ったんだけど、今日はねそれを使ってお昼ご飯を作っていこうと思います。でさ、今絶賛ダイエット中なんだけど、みんなどう？いい感じに進んでる？いや俺はねちょっとお昼をしっかり食べるようにしてから少しずつ効果出てきたかなって感じなんだけど、ちょっとみんなの経過も気になるよね。ちょっと一緒に高めてやっていこう。一緒にダイエットするよって人はチャンネル登録もお願いします。またショートとかもねダイエットとかちょっと上げたいんだよね。ってことで早速キッチンに移動してダイエットしてない人でも美味しいんじゃないかっていうのを作っていこうと思います。成功するかどうかは自分次第です。ということで今日もやっていきましょう。レッツクッキン。そんなチャンネルだっけ。ようこそいらっしゃいませ、レッツクッキングへ。ということで早速キッチンに移動してきたので作っていこうと思います。いや今日は本当にねいつも作ってる料理を本当にガチで作るから、まあ、俺的にはねめっちゃおすすめ、美味しいし、まあ、体重も落ちてきたかなって感じはする。とにかくやっていこう。今日使うのがねこのライスメーカーで、これなんか3層になってるやつなんだけど、これ炊く前になんかご飯をねなんか水に浸しとくんだって。スノコをセットして容器に水 20ml の水を入れ、中蓋をかぶせてご使用ください。そのままやん。ちょっと待って、これさなんか夏場は20分、冬場は30分、なんかお米をねなんか水に浸して蓋をしてちょっと放置するんだって。そうなんだ。まあでもこういうタイプってよくさ水に浸してからやってねってやつ多いよね。早めにお米炊こう。じゃないとこれ冬に間に合わないじゃん。でもう一つの方がねこのトングなんだけどさ、これさ普通に曲がってあスッスッってかけれるねって言ったじゃん。まあそれも実際あったんだけど、これさロックかかってて、これ押すと開くみたいで、これ引っ張るとロックするみたい。気づかなかった。まあとにかく早速やっていこう。で早速やってみようと思うんだけど、これなんかねここ見たらさなんかお米炊くときは中蓋とねなんか下のスノコいらないらしいよ。これ外して、これとこれ、これ外して、この2つだけみたい。でまずお米入れて、で目盛りだからここまでねお水入れるみたい。よし完了。でこれであとはね蓋して、夏場は20分、冬場は30分、春は春だから25分放置します。25分でいいでしょ、間だからね。おってことで25分経った。25分経ったらどうなるんだろうねこれ。25分だな。あ、ちょっと待って、横から見たらさお米がさもう線と一緒のとこになってる。来たらねほらこんな感じ、なんかお米ちょっと膨らんだ感じになるんだね。え、なんかちょっと不思議な感じがする。え、早速レンジ入れよう。中蓋、外蓋を外して、ミスった。これ中蓋と外蓋をして25分置くんだった。外蓋しかしてないけど、まあ、いけるか。いけるよね。いけるよね。いけるよね。じゃあ、中蓋と外蓋を外して、電子レンジで加熱します。え、何分これ？何分やるの？1号で500ワットで10分かけてきます。美味しく炊けるよ。じゃあ、お米がね、炊けるまでに、ちょっと10分ぐらい時間あるから、その間にね、他のもの準備しよう。で、今日買ってきたのが、ちょっと今日手抜きで、まず一つはこのカットサラダと、あとはこの、ささみ。ささみめっちゃ美味しそうじゃない？ほら今日はねちょっとねガッツリ食べたいから3本一気に使います。3本一気に使うのと、あとこれさ味付けするときにさやっぱ味噌とかさ醤油とか砂糖とかいろいろ使ってたら結構カロリー上がっちゃうじゃん。だから俺が気にしてるのはちょっとこれみんな見て、すごいよこれ、すごいよ。ででーん、これね俺の中でもう魔法の2種類のスパイスって言ってるんだけど、まあ、最近さアマゾンとかでもさなんかいろんなスパイス売ってるじゃん。でその中でもいろいろ試した結果俺はねこれが好き、めっちゃ好き。でよくねこのマキシママはね一番好きで一番いいよいいよってよくみんなに勧めてるんだけど、多分これ今日の動画で初めてじゃないかな。これ見てほら、これすごくない？これこっちはねちょっと醤油ベースの味がして美味しいし、こっちはねなんかちょっとステーキスパイスみたいな味がして美味しいんだよね。で俺はよくねやっぱこれ一番使うんだけど、ちょっと味変したいなっていう時にねよくこれ使ってる。みんなこれまた見てみてね。カロリーもねめっちゃ低いから本当に。これはね俺こだわってスパイス使ってます。え、みんなのこだわりとかあったら教えてね。みんなどうやってるんだろう。なんかみんな味変とかさ味付けとかさすごい気になるんだよね。俺はだいたいこうやってスパイス使ってる。じゃなくて調理だわ、調理するぞ。ってことで、ささみのね、調理終了しました。俺必ず筋と皮取らないと嫌だから、筋と皮はね、取るようにしてます。なんか口当たりいい方がいいじゃん。え、みんなどうしてる？なんか簡単な取り方とかある？お米できた！早っ！っていうか俺の手つきが悪。オッケー。どんなのかな？めっちゃ楽しみ。え、どうだろう。え、みんなさ、見よう。いくよ。熱っ。でででで、うお！
見てすごい、ちゃんとお米できてるし、なんか丸いパックライスみたいになってる。これですぐ食べれるのかな。いや、20分蒸らしてからって書いてある。焦りすぎは禁物よ。じゃあ20分蒸らしてる間に早速焼いていこう。レッツ焼き。何回レッツ言うんや。あ、レッツだからだ。とにかくやろう。早速焼いてく。本当はね、弱火なんだよね。弱火がマジで良き。ささみね、弱火の方がね、俺は好きなんだけどさ、みんなどうやってんだろうね。温まってきたかな。今日はね、マキシマムの方だけでいくかな。マキシマムの方だけよ。このね、半分焼けてる状態にいつもかけます。ちょっと多めが好き。っていうかさ、ここのくぼみがさ、すごい指にフィットして持ちやすい。いや、いい感じの色味なんじゃないでしょうか。あ、めっちゃいい匂いしてきた。お、これはだいたいいい感じに焼けてきたんじゃないかな。これぐらいかな。てことでつけていこう。めっちゃいい顔。もうお腹すいた。じゃあまずサラダ。うわ、完成。めっちゃうまそう。やば、お腹マジすいたわ、ほんとに。え、ちょっと待って、おいしそう。ほら見てこれ完成。めっちゃおいしそうじゃないこれ。あ、これサムネにする。いやでもこれめっちゃ美味しそうじゃないマジ。え、やばい、早速ご飯つけよう。じゃあ早速ご飯つけていこう。このしゃもじちっちゃいかなって思ったんだけどさ、これにはね、ほんとちょうどいい大きさになってる。お米めっちゃ美味しそう。お米何日ぶりだろう。お米3日ぶりぐらいかな。ほらみんな見て、熱々炊きたて、湯気立ってる。おーおお、柔らかいお米が美味しそう。でも普通のよりちょっと硬いかもしれない。え、でもちゃんとお米炊けてるねこれ。オッケー。てことで、完成しました。見て。めっちゃ美味しそうじゃない。やばい。ほら見て。ほら、お米もさ、電子レンジでやったっていうぐらいね、思えないぐらいすごいちゃんと炊けてるし。やっぱね、このささみと、このサラダのコンビは最強だよね。めっちゃ美味しそう。お腹すいてきた。てことで、早速、いただきまーす。いやー、めっちゃお腹すいた、マジで。でさ、全然どうでもいい話なんだけど、俺ね、これダイソーで売ってるさ、これなんか、麺用のお箸みたいなのがあるんだけど、これがね、麺じゃない時もすごい気に入っててね、使ってる。これめっちゃやけ、なんか六角になってるんだよね。で、ドレッシングはね、やっぱり、青じそー。まあ大体いつもね、コンビニとかで買ったりするんだけど、今日はね、これどこのだろう、初めて買うから分かんないけど、梅と青じそのノンオイルドレッシングって書いてある。梅気づかなかったな。普通に青じそドレッシングだなと思って買っちゃった。まあ、全然でも OK でしょ。カロリーも低いし。あ、いいねいいねいいね。なんかこの鶏とかにもさ、このドレッシングがいっても美味しいんだよね。この青じそドレッシングとさ、このささみがさ、結構個人的に合うなと思ってて、なんだろう、最初はかけないようにかけないようにってしたんだけど、知らない間に浸透していって、それを食べたら美味しかった。てことでみんな、乾杯。今日はココティー飲むとこれ食事にも合うんだよね。また YouTube ライブでもね、乾杯とかしたいよね。つかマジ YouTube ライブやるわ。いただきます。あー、うまっ。やっぱさ、料理とかさ、何かした後のドリンクって最高じゃない。ドリンク最高。ということで、いただきます。何回いただきますんや。まずはこのお米からいただきます。めっちゃ美味しい。でもね、すごい粒が立ってて、めちゃめちゃうまいし、甘みが強い。全然お米だけでもいける。うまっ。本当はサラダから食べた方がいいって言うじゃん。今俺思いっきりお米から食べちゃった。え、みんなさ、なんかサラダから食べてるようにしてる。じゃあ次、今日のメインディッシュのこちら、ささみさん。めっちゃうまそうじゃない。やばい。めっちゃうまい。え、ちょっと待って、俺天才になった。天才シェフ。あ、調子になりました。このご飯美味しそうと思う。みんな美味しそうと思う。ちょっと高評価お願いします。ということで、ごちそうさまでした。完食でございます。いや、めっちゃお腹いっぱいになったな。さすがにちょっとささみ3本は多すぎたかも。これで夜は控えめにできるね。はい、ということでごちそうさまでした。ということで今日はこの間ね、島村さんで買ったキッチングッズをね、ちょっと使って料理してダイエットご飯を作ってみようっていう動画だったんだけど、結構さ、俺はあのライスメーカーが気になっててどうなんだろうって思ったんだけど、みんなどうだった？ライスメーカー気にならなかった？で、結果うまく炊けたんだけど、俺的にね、あんまりちょっと説明できなかったこっちのね、トングの方がね、めちゃめちゃ良かった。これ本当にすごくいい。まずね、先がさ、これシリコンだし、持つとこもシリコンになってて、ここにね、くぼみがあるから、ほら、すごい指も合うし、握りやすいだけじゃなくて、シリコンだから滑らなかったんだよね。だから取るのもすごい楽だし、あのみんな、ライスメーカーもめちゃめちゃ良かったけど、このトングがめっちゃおすすめだった。また料理動画とかダイエット動画見たいなって人は、ぜひ高評価とチャンネル登録もお願いします。インスタとかにもね、またいろいろ載せていこうと思うから、みんなまだフォローしてない人は概要欄からいろいろみんなフォローしてね、よろしくお願いします。
ということで今日はこんな感じの、まあ、ゆるくでも日常的なダイエットをしてる動画でした。それではまた明日お会いしましょう。みんないつも見てくれてありがとう。バイバイ。コメント待ってるよ。